上犠牲者を増やす前にニコロビンを渡せ。渡すわけないでしょ。待て、逃げろ死体男爵。どうしてニコロビンを守れ。ここは俺たちに任せてほしい。ミンク族の皆さん、行け死体男爵。ロビンさん、さあ行きましょう。ブルック、皆さんの覚悟、絶対無駄にするわけにはいきません。一方的に何者なんでしょう、あいつら。あれはドレスローサにいたサイファーポール CP0。 サイファーポールって政府直属の諜報機関ですよね。そんな奴らがなぜ鬼ヶ島に。わからない。ただ一つだけわかるのは最悪の事態ということ。え、サイファーポールの最高位 CP0 の中でもマスクをつけた諜報部員はさらに別格なの。なるほど、逃げるにしても死ぬ気で逃げないといけませんね。私もう死んでるんですけど。